カ西雅マサイは日本の元女子バレーボール選手、東洋の魔女の首相、山梨県中駒郡の出身、山梨県立駒高等学校を卒業後、希望に入社する。カ西は東洋の魔女の首相として1962年世界選手権優勝、1964年東京五輪で高知県首相として優勝に大いに貢献した。ポジションはセッターで、 長身を生かして、前衛では、センタープレイヤーも務めた。1965年1月に誹謗を退社、同年5月30日に、当時の総理大臣である、佐藤英作の取り計らいで2歳年上への自衛官と、結婚した。選手のファンであった女優の淡島千景がオーナーとなって、設立したバレーボールのクラブチーム、富士クラブにも、参加。 同クラブの中心選手として活躍した。またその後は、ママさんバレエ教室の講師も務め、普及に尽力した。2003年3月に日本バレーボール協会の女子、協会委員長に就任し、2004年アテネ五輪では、全日本女子チームの団長を務めた。2008年に、バレーボール殿堂入りを果たした。2013年10月3日、脳出血のため、 東京都内の病院にて80歳で逝去。ありがとうございます。